今日サムジは中華民国の政治家。旧名は拓然。字は西系。日本に留学、中央大学法科を卒業した。なお留学中に中国同盟会に加入している。帰国後は、チャンスー帝法師課長、蘇州私立法制学道教習、石膏高等審判長推事、同代理長長、石膏管理図法制学道教習、代理院推事を歴任した。 1924年11月、寄付に起用されて、国務委員委局局長となる。以後、木の副審として活動することになった。1927年、国民政府に転じ上海市法制室主任となる。同年10月、交通部秘書長となった。翌年12月、交通部参事となる。1933年、行政院中北平政務整理委員会委員にも、 任ぜられ、日本との折衝にも当たった。1935年7月、内政部長の木の下で内政部長無事長に昇格した。翌年2月、病気により辞任した木に従う形で、京サムジカも辞任している。日中戦争勃発後の1937年12月、中華民国臨時政府新民会構政部長となる。翌年1月、行政委員会調査所所長となった。 3月、中華民国維新政府で行政院司法行政部部長に任命されたが、これは受けなかった。同年7月、河北電信電話株式会社副総裁となる。このほか、北京加強協会理事などを務めた。1939年以降の動向はしばらく、不詳となるが、1945年2月、王朝明政権の北京特別支市,市長に任ぜられている。 王朝名政権崩壊後の動向は不詳だが、1954年に北京で死去した、去年74、ありがとうございます。